え本日はですね、立憲民主党の小川淳也さん。えー、最近はね、あの映画が本当にロングランで、君はなぜ総理大臣になれないのかという映画ですけども、この映画を見るとね、なんで小川淳也さんが総理大臣になれないのかってことが、まあ、ああのー、よくわかるなぁと私は思うわけなんですよ。で、基本的には小川淳也さんみたいな方が総理大臣になってほしいと思うんですよ。思うんですよね。年齢もそうだし、 でこう言葉はすごく上手だしで国民目線でねものすごくエネルギッシュな方なんですよね私は個人としてもそして、えー、後人としても小川淳也さんものすごくまあ好きなんですよねただやっぱり政策の面では一致しないところも結構あってですね、まあ、それはしょうがないんですよあの全てが自分の思い通りの人っていうのはこの世の中に見つからないと思いますからむしろ 政権に立ってから、その人を育てるんだという意味で、いろんなね、追求やあ、まあ、評価をしていかないといけない。それが国民の仕事でもあると思うんですね。で、国民のそういった提言に耳を傾けてくれるような、きちんと一問一答答えてくれるような人を、その座につけないと、とんでもないことになっちゃいますよね。昨日の菅総理の記者会見なんてのは、答えてほしいことにやっぱりいつも通り答えていかないと。そして逃げるように会見場を立ち去っていく姿なんていうのは、まあ、ちょっとね、あの、王者というか、支配者の貫禄としては、 ななさすすぎるかなと思うんですよで安倍総理をね、ちょっと思い出してみると、安倍総理は記者会見の中で、あもう質問時間が来てますんでっていう,うに、あに、会場の女性の方が、ね、止めるのも聞かずに、安倍総理は、あいいよ、答えますよって感じで、やっぱりね、うん安倍総理自身にはちょっと不満は多いんですけども、不満は多いんですけどもね、ああいう風うに、1、まあ、問でも答えようとする姿勢はあったんですよね、でもやっぱり安倍総理はだめだと思いますけど、だめだと思うんだけども。 まあ、安倍総理や菅総理には、まあまあ、ちょっとね、思うことはたくさんあるんですけども、ただ、山本太郎さんとか、この小川淳也さんになってくると、今の時点ではね、そうやって質問をはぐらかしたりとか、ごまかしたりすることはないなと。今のところ一問一問正確に答えてくれてるなっていうふうに思います。で、小川淳也さんなんですけども、今回ね、消費税についてどういうふうにお考えですかというご質問いただきました。 で小川淳也さんはあこういうコロナ禍でね、えー、世界的に、えー、所得税、えー、消費税その他各種税金が免除になったりとか減額されたりする中でやっぱり日本も準ずるべきだというふうなねそんなあお気持ちを今日もお話ししてくださいました。プラスですね。 やっぱりこう、所得税、それから法人税、こちらの方が下がる一方で、消費税がどんどん上積みされた、これは、この逆進性のある税金というのは何なのかなってことで、まあ、なくするべきだというふうには結論付けてくださったんですよ。ただ、ただしですよただしここも大川淳也さんの、あの、真の強い、強いところで、私もね、えっと、まあ、同調はできないんですけども、この言い方は結構ね、好きなところなんですよ。ただ、これからの世の中、ああ、人口、 分布が少子高齢化に向かう中で適正な国民負担っていうのはやっぱりこう考えていかなくちゃいけないとこれ私もそう思うわけなんですよねで小川淳也さんは MMT も理解した上でこの考えに至ってるわけなんですよ。 まあでも慎重な上に慎重なんでしょうね、きっとね。うん。私もそういう気持ちは持っていきたいと思います。MMT って理論をしたときに、えー、やっぱりね、いくらでも税金吸っていいんじゃないかなって思いが、あ、税金じゃないの。国債吸っていいんじゃないかなって思いとともに、待てよとうん。そうでもないなと。歯止めが効かなくなったときに、もはや MMT で止まらなくなる可能性があるなと思ったわけなんですよ。そうなんですよね。国債って切り出したら、もう切りがないぐらい切っちゃう。そんな勢いもあったんですけども、 まあでもね、国債っていうのは通貨発行の記録なんで、インフレターゲット2%を超えないようにすれば、もしくは3%、まあ人によっては5%っていう方もいますけども、需要と供給のバランスが壊れない限りは、国債を切って税で足りない部分を賄ってもいいんだというね、そういう理屈はわかるんですよね。ただですよ、生産が実際にこの国で行われないのに、名目だけそういったインフレターゲットを持ったりね、需要と供給のバランスだけがあったように見えるっていうのは、非常に危なっかしいなと思うんですよ。 だってこれから少子高齢化で何か物を作る人とか物をね物流を起こす人っていうのが減る中で、減る中で,ですよ。需要と供給のバランスってこんな国債によってね、名目上のバランスとっていって、実体経済っていうのはついていかなくなってくる可能性があるんですよ。まあそうなると、ある意味ね、税金によって、あの、したくもない仕事をする人を増やさないといけない。税金による支配をしないといけないような部分も来るかもしれないんですよ。 そう考えると、小川淳也さんの言ってることも最もだな、というところはあるんですけども、ただここでね、見落としてるのが、テクノロジーの進化っていうのを見落としてるんですよ。テクノロジーが進化していけば、もう日本ではね、将来30年後とかに、労働する人は本当にね、1%ぐらいで全人口を賄えるようなね、そんな、シンギュラリティが起きる可能性もあるんですよね。もう人間は考えることすら知らなくていいと。 人間が考えると失敗がある、ケアレスミス、ヒューマンミスがあるから、人間を考えることをやめて、すべてね、高性能な、人間では間違うような、人間でミスするようなところを全部カバーしたような、精度の高いマシーンがですね、この世の中を支配した方がもしかしたらうまくいくのかなと思っちゃうわけなんですよ。 ま、この辺は本当 SF みたいな考えなんで、私も全然まとまってないんですけども、消費税について考えるとすると、消費税はなくしてもいいだろうなとは私は思います。小川淳也さんも、一旦はなくそうっていうことをおっしゃってましたからね。ただその後ですよ。その後、あの、適正な、この、社会保障を国民全体でどうやっていくということはあります。社会保障ってのは何もね、税金だけじゃないんですよ。税金は媒体として使われてるわけであって、こういうコロナ禍でも、実際にステイホームって言っても、 誰かはね、スーパーの店頭に立たなくちゃいけないと。誰かはトラックを運転しなければならないと。誰かは医療施設で勤務しなければならないと。誰かはゴミ処理、誰かは電気、誰かはガス。こういうふうになってくるわけなんですよ。じゃあ、あ国債でほとんどの人の所得を維持したときに、みんなね、外出して働かなくなりました。みんながあのステイホームでリモートワークしました。 じゃあ一体誰が畑を耕すんですかとかね。そこにテクノロジーを追いついてるんですかとか。自動的に、え川の修復とかね、ダムが壊れたのを、誰が土木工事をしに行くんですかってことを考えると、やっぱりね、適正な、うん、国民負担っていうのはいるんだろうなと思うんですよ。 国民負担ってのは税金の負担だけではなくてその向こうにある労働の負担もしなくてはやっぱり持たないのかなと誰かはねやっぱり瓶とか缶とかを分別しないといけないでしょうし誰かが焼却炉を動かさなくちゃならないですし誰かが埋め立て作業をしなければならない誰かが犯人を追っかけていかなくてはならないですし誰かが、うん、取材をしなければならないと本当にねこの誰かがやらなければならないってものの誰かがっていうのが少なくなってくるところでなんとかね、えー、国民の応募負担っていうのは 細かいところまで考えていかなくちゃいけないのかなっていうところありますね。うんまあそういうふうに私も思いますねうん。まだ答えまとまってないんですけども、とりあえず消費税は、とりあえずここ数年はいらないんじゃないかなっていうのでは、多くの方と考えを一時にするところじゃないかなと思うんですよ。そして、えー、社会保障、そして何ですかね、国民負担が足りなくなってくることが、まあ見えますから、その時にまた新しい議論を起こせばいいんじゃないかなと思うんですよね。皆さんどう思いますかね。